よろしくお願いしますよ。よろしくお願いします。やめろ、なんか怖い、なんか怖い、なんかさ、日の光に照らされて怖いもん、お前普通に怖いよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おー、お前ら何してんの。ん、あ、ちょうどいい。え、暑いんだけど。ピンテちょっと、あっちバカやろでしょ。バカだろお前、さっき焼肉でもらった、焼肉でもらったおしぼりと同じくらいの暑さじゃないか。僕もらった瞬間熱いってのを増やしてた。混ぜたら、混ぜたらちょうどいい。じゃあちょっと混ぜようか、待って、混ぜてください。塩を作る工程。塩を作ってるプロ、塩作りのプロですよ。それ随分楽な格好でやる。塩を作るときは、あの、ちゃんと混ぜないといけねえんだよ。あのね、そう言ってます、そうやって言ってますけど、妻飛ぶので、ね、誰が一番風呂に入るかですよ。いや、僕はもう一番は入れないよ。そして僕は入ってだいぶ長いよ。そっか。みんな割と長い方だったんですね。まあ別に、死に神さん、僕は2時間とか。死に神さん一番最初でいいんじゃないですか。そっか。じゃあ僕から。何、一番嫌なの。若干。なんで。え、じゃあ俺入りますか。あ、お願いします。じゃあ俺3番ね。はい。お前2番ね。はい。イエーイ。イエーイ。はい。イエーイ。イエーイ。前襟組でーす。前襟組でーす。飲んでまーす。イエーイ。イエーイ。いや、明日は東日と北海道ですね。北海道。大丈夫ですか？舌が回ってない。もう楽しみだな。楽しみだもの。カメラ2つ持ってきたからね、今回は。そう。今回はね、私がカメラマン。トラゾーさんがちゃんとカメラで、はい、僕らを撮ってくれるっていうことなんで、はい、さぞかしい映像がね。え、これどうやって開けるの、このティッシュ。ええ、ティッシュの開け方が分かる。1回開けて。あ、これ動画回ってるんですよね。回ってます。そういうことか。オッケー。よっしゃ、ということでね。イエーイ。いや、まあね、今日はちょっと楽しい感じで。はい。死神くんがだいぶ遅刻しましたけどね、今日も。まあ、4時ぐらいに集合っていう予定で5時半です。そうですから、1時間半。まあ今日はね、はい、ゆっくり休んで。はい。明日またカルナさんと合流して、はい、北海道に行くぞ。